第五人格もリリースされてから早4年。リリースされた時はどんな風にユーザーから思われていたんでしょうか。今回は当時の反応を5チャンネルのスレ、Twitter のツイートから引用して見ていきたいと思います。それでは行きましょう。アイデンティティ5と第五人格。第五人格をアイデンティティ5って略したんじゃね？アイデンティティ5と第五人格、どっちの呼び方が主流になるんだろう。どうでもいいけど、ゲーム性を考えるとアイデンティティ5を第五人格と訳すのはおかしいよな。確かに第五人格とアイデンティティ5どっちなのかなってね。徐々になんかアイデンティティ5の存在感が薄くなっていって、なんか第五人格一本みたいになってきましたよね。DVD のパクリ。パクリ DVD が来たと聞いて飛んできました。この会社 PC ゲーをスマホゲーに焼き直してパクるのうまいな。ゲームとは普通にそのままスマホ版 DVD だし面白いと思うよ。スマホゲーも中国に完敗やな。国産は秋にバトルロワイヤルで出るみたいだけど、もう第五人格リリース当初に一番言われてたのはこれだよね。あの DVD の運営の人も第五人格の運営として加わってたりとかもしてたので、まあ、パクリではねないんですよね。しっかり許可もらってるんですよね。プレイの感想。久々に当たりだけど課金要素はほぼないな。確かに第五人格始めた時どこに課金するのって俺思ったんだよな。第五人格おもろいからみんなやって。第五人格誰かと一緒にやったら面白そうだな。はあ、このゲーム面白い。第五人格コンパスより楽しい。最近コンパス聞かないけど、あの子元気にしてるのかしら。めっちゃおもろいな。しかしハンターじゃなくてサバイバーの方が多いのは意外だわ。マジでこのゲームあかんわ。時間マッハすぎる。ね、意外とね、やっぱリリース当初でさ、みんな右も左もわからないからか、こういう意見がねすごく多くていいですね。キャンパー通報。第五人格リッパー9割キャンパーガンマ地説。ハンター強いからキャンプいらんやろとは思うが、通報はさすがに草。キャンプダメ。一番最初に退場する人かわいそうでしょ。サバイバーに優しく。キャンパー叩きキッズはゲーム初めてなんやろな。そんなことでイライラしてたらオンラインゲームできないで。本当に多かったこれは。僕は DVD 詳しくはないのでわからないんですけど、まあ、DVD だとなんかどうやらキャンプはあまり良くないものというふうにはなってるみたいで、その影響で、まあ、第五人格もキャンプはダメだろ、通報するぞというふうになってたみたいですね。今考えるともうキャンプしてる方がもう勝てねえよってなりますけどね。東大野郎が石チェイス広めたせいでストレスだわ。お前ら YouTube 見すぎだろ。いやちょっと本当に名前は出さないですけど、この方のチェイス動画は俺なんか回も見ましたね。 S1 やってる人はみんな見たんじゃないかって思うぐらい、この方の動画は参考になったと思いますね。ハンターが嫌なベストの編成って何？空軍1、フォワード2、猛女1。興奮必須だよな。庭師最強。第五人格は今んとこ庭師が最強で OK？ だとしたら配布キャラが最強なんだな。庭師4で破壊しまくるとどういうことになるか気になる。庭師1じゃ大して影響ないような気がする。第五人格最初の方だと庭師で椅子を壊したら異常がないと椅子を元に戻せないっていうね性能だったんですよね。ね、本当に第五人格リリース初期ぐらいは、まあ、こういうね庭師パーティーみたいなのね一時期流行りましたよね。ちなみに俺が第五人格で椅子を元に戻せるっていうのを知ったのは結構後の方でした、ね、あ椅子元に戻せるんだっていうのちょっとびっくりだったな。椅子壊されるのハンターにとって一番ムカつく行為だからもっとやれ。椅子全滅したらそりゃ地下が近くにない限りは放置するわな。まあ壊れた椅子直せるスキルが鬼側にあるんですけど、庭師4人のバカたちは椅子修理できること知らないんだろうな。俺は知らなかった。全部壊されても近くまで運んで直して座らせればいいだけだ。機械技師。機械技師ちゃんのしゃがんだ時のお尻エチエチなんだ。ハンターで捕まえて尻を見るゲームだぞ。機械人形って無視すればいいの？倒すべき？殴ってる暇考えたら無視した方がいいような気がする。機械技師？エッチじゃん。はよ空軍と機械技師ナーフされとくれ。機械技師4とかいたらクソうざそう。俺さ昔さ第五人格のお尻ランキングっていう動画ね作ったことがあるんですよ。その動画のサムネイルがキャラクターが後ろ向いているサムネイルだったんですよ。それがさ YouTube の規約に反するってことでねサムネイル削除されたんですよね。ちょっとね YouTube 的にもね NG だったんですよ。 YouTube から見ても刺激的みたいですね。傍観者つけた医者マジで強えな。これハンターの時は相手にしてくないわ。こんなん我慢できなくて DVD やってる。何時にドロバン来るんだ。印象って一回使ったらなくなんの？ゴミじゃん。なんかもう開始1分で勝負決まる気がしてきた。ちなみにハンター最強はタコな。暗号解読1つ終わるまでに4人揃ってたらそれだけで奇跡。そうなんだよね。そう iOS の方が先にリリースされて Android 版はちょっと遅れてリリースされたんだよね。
リリース当初の第五人格はさ、解読が早いからもう開始1分で大体試合決まってた気はするわ。変わらないもの、チャットの民度が低すぎて面白い。反論したいけど何も言えねえ。リリースされた当初はあんまりチャットの民度は低くなかったような気がしますけどね。リリースされてしばらくしたなんか2019年頃が一番ひどくて、それから少し暴言とかが減ったけど相変わらず多いよねっていう状況が今でも続いてるっていう、そんな感じがしますね。後ろ見ながら逃げるの難しい。これはいつまでも難しい。やめてくれ、ロッカーはミュートの俺に聞く。これさ、ロッカーが隠れる人がさいなくなったからさ、今はこんなことないけどさ、ミュート中にさ第五人格やっててロッカー入られたら普通にわかんないよね。陰キャのハンター、陽キャのサバイバーね、これは今でもそういう傾向はある気がします。ストーリーが気になるけど今のところ進まないよね。早くそれぞれのキャラのラストが気になるわ。まさかチュートリアル始まって3年間はストーリーが進まないなんて、そんなこと思わなかったよね4年経った今でもキャラクターのラストっていうのは見れてないよね。攻略方法、これ解読機に張り付いてればハンター負けなくね。そこに気がつくとやはり天才か。もう考え方としてはゴキブリホイホイみたいなもんだよね頭よしこ、興奮ピエロでよくね何がいいんだよ。リッパーが強い、リッパー最強、リッパー最強。リッパーの透明どうやって対処するの？ボタン誤爆ないからリッパー本当に使いやすい。本当ね、リッパー使いやすいっていう意見がものすごい多かったわ。鹿買ったら普通に負けた上に懐中電灯でいじめられたぞ。鹿なんて買うな、リッパー買え、最強だぞ。今のリッパーに俺聞かせてあげたいこの言葉。鹿使ったらハンターが初めて負けたわ。使いこなせる気がしねえ。リリース当初鹿のね高評価もねあるかなって思ったけどね、なかったです。確かにリッパー半端ないな。ノラ相手だとそうそう負けないんじゃないかこれ。リッパーが強いんじゃなくてサバイバーが弱すぎるんだよな。やばい、心理ついてる子がいるリッパーはスキルの誤作動ないから常に 100% のパフォーマンス出せる。他のやつらは5パペットやら5タックルやらでやらかすことがある。今だとほんと爪楊枝かっこわらみたいになってて、リッパープラス操作中の解読機分かるパークはやばい。なんか解読中の暗号機が光って見えるっていうなんか謎の人格があったんだよなリッパーチートやろ、透明化プラスリッスンとかクソかよ。真面目にリッスンが強いって思ってるこの時代いいな。戻りてえ、戻りてえ。マジでリッパーだけおかしい。移動速度アップがほんま強い。それだけだけど。リッパー持ってる人って課金してる？手がかり1340しかなくて3988とか夢のまた夢なんだが。リッパーが変われようとしてる。こんなに嬉しいことはないですね。こんなに感慨深いことはないね。リッパーの日、憂鬱になりそう。最初ね、みんなハンター買えないから、無料解放の日で使うっていうのね、よくやってたよな。これマジで懐かしい。あった、みんなやってたこれ。俺も芸者の日とか芸者めっちゃ使ってたもん。ハンターの意見。人格余裕出たら足跡消すスキルにも割り振りした方がいいのかな。俺も強いんじゃないかって思ってた時期あるわ。でも俺もね、機械技師の人格紹介っていう動画を2018年頃に出した時にね、足跡消すスキルいいよって言ったらね、コメント欄でバチクソ叩かれたわ。懐かしい。長時間ハンターやるとめっちゃ疲れるわ。楽しいっちゃ楽しいけど、だいたい3戦ぐらいで俺もう腹8分目だもん。ため攻撃なんてあるのか。するとどうなんの？ハンターのため攻撃ってどうやるの？この気持ちに戻りたい。ため攻撃すら知らなかった。あの頃には戻りたい。そのぐらいの頃が、わけわかんなくて楽しかったかもしれん。今始めたけどよくわからん。なんかいろいろ特殊能力あるみたいだが、それを覚えるのに苦労しそうだ。窓枠封鎖強よ。必須だな。リリース当初のハンターのスキルはだいたい上下瞬間だった気がするわ。うん、だから窓枠封鎖入れてる人多かった気がする。解読クソ早いじゃん。巡視者使ってるやつ0人説あると思います。うん、俺はタコ使ってたからたまに巡視者っていうのは使ってたけど、巡視者長いこと微妙ななんかポジションだった気がするね。対戦前チャットは見たことあるが、後にもあったのか。対戦後チャットをさ、俺も知らない世界線に行きたい。コウンジの助けて早くが許されるのは人格レベル1桁までだバカ野郎。サバイバーの意見、 DVD やってる人と今回初見の人の差が激しすぎる。これはあったわ。これは確かに DVD やってる人たちの方が上手かったわ。一人称だからこそ意外な場所に隠れたり逃げれたりできるのがサバの醍醐味なのに、鬼の視界が噛みすぎるやろこれ。確かに今だとこういう意見は全く出ないけど、三人称視点は視界が見やすいよね。逆に俺 DVD のプレイ動画見た時、視界見づらって思ったもんな。サバイバーなんでマッチングしないの？もうかそってんの？サバイバー人口が多すぎてね、全然マッチングしなかったよね。ハンターはもう爆速でマッチングしたけどね。これサバイバー完全有利じゃね？負ける気がしないね。今の解読加速が追加された状況でゲームが始まるから、圧倒的サバイバー有利でしたね。待機中とかダメ受けた後の声が喘ぎ声ですわ。はぁ、あ、はぁ、あ、うわ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、うわ、はあ、
やたらとハーハー言うのやめてほしい。ナルトのビデオ見てるのと勘違いされるだろう。これね、僕はありました。うちの母親はテレビドラマでちょっとしたキスシーンがあるだけでさ、席離れちゃうようなさ、シャイなね、あの女性なんですけど、その人の目の前でね、この喘ぎ声を聞かせてて、あんた何やってんのって言われた時の俺の気持ちよ。すげえ気まずくなった。俺は勘違いされたぞ。俺も勘違いされた。ハンターがピエロのダッシュ怖すぎ笑った。判定も強くて、ピエロは強キャラのイメージだったな。思ってたより面白いわ。ハンターが TPS で見通しいいから楽しい。本家は暗くて見づらいし、釣りがえぐいから俺はゆとり仕様がちょうどいいわ。初期ハンター使いやすすぎ、やべえな。レオが使いやすいって言われる機会なんてもう本当にこの当時ぐらいなんじゃないかって思うよな。ハンターのラストにワンパンになるやつ強えわ。ハンター下手すぎてもうやりたくない。サバイバー見つけられないし、一発殴っても失うし、でも人手不足みたいだから5回に1回はハンターやろうと思うんだけど、アドレスください。ナンパになってんじゃねえか。オチがセンスあるわ。ピエロが急にダッシュやめるのなんな？年だよ。数年前までピエロのダッシュが2回押すと止まるっての俺知らなかった。今でも知らないって人いるんじゃないかな。神出鬼没、地味に使えるな。ドヤ顔で板待機してる奴のマジかよって顔が目に浮かぶぜ。流行しない。第五人格流行らないだろうな。第五人格で実況してる人の動画見たけど、なんだかなーって感じ。操作性悪すぎ。これは出先でやるようなもんでもないし、家なら本家があるからいいわ。言うほど操作しにくいか？よくできてると思うけどな。操作性がね、悪いっていう意見もね、結構ありました。まあ、やっぱりね、スマホゲームなんでね、ちょっと一つの画面で完結しなきゃいけないっていうのがあるから、結構難しいんじゃないですかね。やっぱここら辺は賛否両論あるみたいですね。チュートリアルの反応。チュート長すぎ。地下室の説明ってチュートリアルにないよね。あれって何？これは確かに。今だとわかんないけどさ、地下室の説明ってチュートリアルよ、なかったよね。すごい長らく不親切な説明だったと思うよ。逆にサバイバーだと本当にチュートリアル終わらせたの？ってレベルが多い。環境。これ課金で強さ変わる？相変わらずのサバイよりで草。板と強ポジ多すぎ、なんだよあれ。DVD はよく知らないですけど、第五人格に関してはね、板先倒しで、まあ、正直なんとかなること多いですからね。操作性もゴミだし、スマホでこういうゲームは無理があるわ。本家もバランス悪いやろ。バランス良かった時代なんてないぞ。空軍。空軍が初回チャージで手に入るのはいいな。手がかり3600とか無理ゲーすぎるし。空軍はぜひ買っておいた方がいいですよ。今だと空軍ってなんか2エコーぐらいで買えるんじゃなかったっけ？すげえ安売りされてるよね、今ね。本当でもこういう時代があったんですよ。本当に当時は貴重なキャラクターだったんだよな。傭兵がよくわからん。傭兵と機械技師どっちにピース使うか悩むわ。傭兵ゴミだから買わなくていいぞ。当時眼鏡のスキルがなかったから、傭兵買う意味がなかったんだよな。解読遅い意地当たり持つ男の子っていうポジションだったから、そんな子が環境になるとは思わなかったよな。アメフトボール使ってみたけど弱すぎるだろこれ。アメフトはゴミでしょ。空軍と並んでロマンぶっぱマンだわ。たまにアイテム拾って二次大タックルするけどうまく使いこなせないわ。それはあー、かわいい。かわいいよ、これ。かわいすぎるだろ。俺がハンターでオフェンス以外のキャラクターがボール使って俺のところに来たら抱きしめたくなるわ。かなりの直線走路確保しないと止まった時の反動で結局距離離せないよね。感度調整が入ってない当時のオフェンスはさ、ものすごい難しかったからさ、今のオフェンスもさ、だいぶ技術職だけどさ、当時のオフェンスはさ、感度調整が入ってないから、もうタックルで旋回とかももうできたもんじゃねえっていうね、そんな感じだったんだよな。できる人マジですげえって俺思ってた。いや、ちょっとね、長くなりましたけど、当時のね、第五人格ってね、こんな風に思われてたんだなっていうのをね、見返してみました。なんかみんなこういうところから始まってんだなって思うと、感慨深いよね。久しぶりの動画でね、だいぶ声がもう出なくなってきてるんですけど、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。この風景的にさ、もうこの画面的にな、もう泣かなそうな香りプンプンなんだけど、彼女は嘘の連絡先を書いてその場をやり過ごそうとするような子ではない気がしていた。はいはいはい、これ騙される人の特徴です。大学生の時にさ、その駅でおばあちゃんがさ、話しかけてきてさ、家へ帰るまでのお金がないからお金を貸してほしいって俺に頼んできたのね。俺はなんかあの駅で待ち合わせしてたんだけどさ、ね、このおばあちゃんもまあ騙すような人じゃないだろうなって思って500円貸して、でおばあちゃんがね、ちゃんとお礼したいから連絡先教えてほしいって言って、俺おばあちゃんのそのメモ帳に連絡先書いたんよ。あれから4年、一度も電話がかかってくることはありませんでした。面接を進めている企業は業種などの詳細な情報が丁寧に求められていた。へえ、就活ってこういうことをするんだね。俺なんか医者しかあの就活しなかったんだよ。一社だけ俺あの DMM 受けたんだよ。その時俺なんかブログとかでさ、そこそこ収益出てさ、俺を雇わなきゃ損だぜっていうつもりであの面接してた。うん、圧迫面接ってよく言うじゃん、よく聞くじゃん。俺がどっちかというと圧迫だったと思う。俺のこと
取らなくてもいいですけどね、あなたたちが損するだけですけどね、まあ、こういう問題があったらどうしますかみたいな、なんか聞かれたんだよ確か。こうすればいいんじゃないですか本当にそういう感じで答えた。嫌な新卒だよな。この中で第一志望はどこなの？第一志望ですか？トウが首をかさぶける。あ、やばい、不機嫌になっちゃった。やばい。メンタリスト大吾も言ってた。人と喋るとき、口を閉じる人は、その人に興味がない証拠って。好きな女の子には、口元を見るといいって言ってた。大吾も。大吾さんの言う通りだわ。もう、ドンピシャで当てはまってる、トワちゃん。子供の頃から本読むのが好きで、どんな形であれ、本に関わる仕事がしたいなって思ったんだ。それで、出版社に？僕が思う出版社の一番の魅力は、誰かの門出に立ち会えるところかな？小説や漫画を、書籍にするときにさ、漫画家さんや小説家さんの話をたくさん聞くんだ。やっぱそういうことか。こういう思いで作品を描いている。こんなものを世に出したいんだって。一生懸命語ってくれるんだよ。ちなみになんですけど、ドラゴンボールの作者の鳥山明さんは、魔人ブー編のベジットとか登場してきてるあたりは、書きたくなくてしょうがなかったらしいけどな。ウィキペディアに書いてあった。書きたくなくても、筆も持ちたくない。そういう気持ちで書いてたっつって。ちなみになんだけどね、僕くん。ドラゴンボールだって最初1巻から多分10巻ぐらいまでとさ、30巻で描いてることだいぶ違うしね。鳥山明さんとしては一番最初にやってるドラゴンボールが一番やりたいわけでさ、ギャグ要素があるようなドラゴンボールって。でも受けるのはさ、やっぱナメック星編みたいなさ、スーパーサイヤ人が出てきてフリーザーがーっつって、セルガーとかマジンブーがーっつって、しょうがねえんだよ。それ世の中の需要はやっぱ自分のやりたいことの隣にあるもんだからな。当時の私には辛いなとか嫌だなってで感情は全くありませんでした。ねえ俺さ、待って、オロチマルできそうじゃない？俺が当たり前だったから。佐々木くん